こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか。今日はもう知ってる人もいますけど、じゃじゃーん、オーダーグラブでございます。 RGGC、ローリングス HOH 公式オーダーグラブの検品でございます。本日は、赤だるまさんと軍曹さんのところのご注文でございます。それではどうぞ。はい、じゃあ早速検品していきますね。今日も楽しみですね。今日からちょっとね、検品の動画続くと思いますけど、はい、それでは始めていきますね。例によって、指図書の内容に従って作業を進めていくところでございます。どんなことってないね。楽しみでございます。じゃじゃーん。おー、本日はロイヤルブルーをベースにしたとホワイトをベースにした、グラブでございます。相変わらず豪華ですね、この袋ね。よいしょよいしょよいしょ。はい、GHSOHHG、公式 HOH、 それから影付きの刺繍5文字プラスですね。はい、じゃじゃんじゃじゃん。はい、こちらでございます。受給面ホワイトですね。背面はブルーとホワイトのコンビネーション。これまたちらっとね、いいんじゃないですか。じゃあ早速確認していきましょうか。GHSOHHG ね、公式 HOH のオーダーでございますね。KB モデル USA ですから、これはクリス・ブライアントですね。クリス・ブライアントさんといえば、シカゴ・カブスのサードベースマン、三塁手ですけど、今年はあんまり聞かなかったね。新人賞取って、MVP も取ったけど、その17年がちょっとだけ、17年は賞取ってないかな。うん、今年はあんまり聞きませんでしたけどもね。若きスラッカーね、のサードベースマンで、右投げ右打ち、大体まあ、平均すると2割9分ぐらいで30本ぐらいホームラン打つんじゃないですか。まあ、今年はちょっとそうじゃなかったみたいだけど、その彼のモデルがベースで、ございます。ご本人は多分ダブルポストだったと思うけど、こちらはちょっと後で説明しますけどね。はい、で、右投げ用 HOH の受給面がホワイトでございます。綺麗な白でございますね。それから背面がロイヤルブルー、こちらも深みのあるロイヤルブルーだ。ウェブがホワイト、それから指カバーじゃないな、指当てだな、指当てがロイヤルで、ヘリ側がホワイト、指掛けもホワイト。あ、聞いてますね、この色ね。うん、ストリームドサンブだからね、これね。うん、で、平裏レザーは友側のロイヤルですね。はい、でラベルサイズは USA ラージの、5×7.5 ですね。はい、で、レースがトラッペズですから余計目立ちますけど、グレー。それから、ハミ、ウェルティングは同じくピシッと締めてますね。玉ハミ、グレーですね。それから、バックスタイルが、コンベンショナルでございます。もちろん、ポケットはシングルパームレース。かっこいいですね。はい。
なんでもちろんだって話ですよね。うちではもちろん、うちの店の人は大抵でもちろんっていうね、うん、で芯の厚さ硬さを厚く硬く、これ確かね、この前のあのハーディのセブンボールさんとかもそうなんだな。これ硬く厚くするでしょ。硬く厚くすると頑丈でいいんだけど、私揉むのが大変でございますが失礼します。ということでございますね。はい、で、ウェブスタイルが先ほどちょっと言いましたが、これはあの X モディファイトラッペーズですね。 X 型の装飾的なトラッペーズというふうなことだと思います。はい、ヌイートカラーが字がちっちゃくて見えないな。シルバーかな。シルバーね。はい、でさっき確認した指当てですね。はい、それから衝撃緩衝材はレザーパッドが入っております。はい、でデュアルパームテックもちろん必要ですよということで、ロゴはここに入っておりますが、前も説明しております、何回もね。デュアルパームテックはダブルパームの構造ですね。表側と平裏側の間に1枚レザーのシートが入っております。そこにうまいこと切り込みが入っておりまして、その切り込みがあることによって叩けば叩くほど頑丈だけど綺麗なポケットが出るという仕組みでございますね。はい、簡単に説明しました。それからオーバル R ですね。オーバル R、それから刻印カラーが焼き印ということで渋い焼き印でございます。まあ、あのシルバーゴールドも綺麗なんですけど、こちらも渋いですよね。はい、それから大体以上か。でお名前がこれ影付き、さっきのね、オプションの値段かかりますけれども、影付きでシュートさん、ホワイトにブラックですね。はい、ということでございますね。はい、であとは指カラー1と4がホワイト、1と4ですね。はい、これどういう番号だったっけ。あ、そこそこ、ここそうですね。これプリスブラインドさんはあのここ折り返しなしで、ここにハミが入ったタイプのね、スタイルでございますから、うん、綺麗だね。ちょっとこっち向けとこうか。でどうだったっけ、バンド手口ベルトがグレー、ここも結構こだわってね、あっていう感じですよね。それからラベルはロイヤルブルーホワイトのカラーパッチでございます。美しいね。はい、で、人差し指にローリングス刺繍、まあこれを入れることによってこっちが 1,2,3,4,5,6,7,8 文字換算で来てるから、こっちの5文字の方がね安く済むから、こっちがオプション値段になってると思うんですけど、うん、それからあとなんだ、そんだけか。お刺繍ホワイトね、いいですね。またねご来店までにですねお話を聞いて、鳴らしていきたいと思いますけれども、非常にいいブルーホワイト、それから差し色グレーを基調とした綺麗な、ここかっこいいよね。かっこいいスポーツカーのようだ。ありますね、軍曹ね。そうなんだよな、ここどこに入れるか迷うんだよね、これをね入れるときにね。ジョッシュ・ハリソンの今年のやつここにピシャッと入ってるけど、まあこれがね個性が出るところですよ。これこんな感じいいんじゃないですか。はい、あ、言うの忘れた、クリス・ブライアントさんのモデルはサイズがちょっと大きめです。12と1/4インチですから、
内野手投手用、投手用としてもちょっと大きめな感じはしますよね。まあ、あの人気のある深めのポケットというのが特徴の、向こうではね人気のある方ですよ。ブランドン・クロフォードとちょっとあれは小ぶりで11と2分の1かな、人気がありますが、こちらのクリス・ブライアントのモデルも人気があるようですね、内野手用としてね。まあ大きめが好きか小さめが好きかというところだと思うんですけど、両方ともこの折り返しのないタイプですよね、そういえばね。うん、じゃじゃーん、いいですね、羨ましい。うん、はい、こんなところでございます。どうでしたでしょうか、軍曹さんかだるまさんね。はい、またのご来店を楽しみにしております。はい、どうでしたか、今回も鳴らしが手ごわそうでございます。厚め固めの内芯にレザーパッド入りですからね、デュアルパームテックだし最強かっこいい、ジャギーン。それでは皆さん、さようなら。ブランドン・クロフォードと、あ、違う違う違う、何だったっけ、ブランドン・クロフォードじゃないな、忘れしたな、クロフォードはいないと思う、そうだね、ブランドン・クロフォードのモデルもちょっとあれは小ぶりで11と2分の1かな。